全然 OK です。カメラ目線に行きますよ。まあ、そんな、はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、最初はこう大きな話から入ろうと思うんですけど、ワオっていうのはなんとなくそのアートっていうものに関わってですね、長くなってるんですけども、最近では例えば、アーツカウンシルって話が大阪ではあって、多分ご存知の方が多いと思うんですけど、助成金とかを評価する、まあ、いわゆるアート評議会みたいなのが大阪に来月に来るって話があったりとか、あとなんとなく経済とかっていうのも、ちょっと真面目な話を最初させてくださいね、縮小時代とかでだんだんこう経済が悪くなっているとか、まあ、いろんな話があります。ただその一方で資金調達で僕明日もちょっと、講師をするんですけど、クラウドファンディングっていう割と震災後に、自分の好きなプロジェクトとかに対してお金を出そうという動きも加速していて、結構面白い動きを持っているのかなと思ったりします。あとは ER もなんかこう、Twitter とかで村上隆さんがいろいろ言ってみたいな、西洋のアートとカタカナアートっていうのはなんかいろいろあるのかなと思ってるな、今の時代かなと思います。まあ、そんなことを踏まえて、和音の、5.5 周年、私たちの団体では大体半年ごとに飲み会を開いてるんですけども、つまりこの回が12回目になるんですけども、この半年間何やってたのっていう話をしようと思ってます。で1個はですね、一応うちはなんかよくわからなく拠点を増やしていて、日本橋にある、日本橋にあるアトリエワンというのも実はまだ倉庫としてあるんですけども、それ以外にも、なんかコワーキングスペースを大阪に借りていたりとか、あとは京都の出町柳の事務所を借りていたりとかしてて、最大で 3つか4つぐらいの拠点が意味なく持ってたのもありまして、この半年間でちょっともったいないんじゃないのって話をしてた時に、ちょうどそのくらいの家賃に合わせたら中津にちょっといいマンションがあるよって話になりまして、この半年間は割と普通に引っ越し作業に追われていたっていうのがあります。まあ、僕らが言えば511ってよく言っているただのマンションなんですけども、そこで今住み開きという活動をやってまして、毎月30人ぐらい来ているので、大体今で260人か70人ぐらいが、自分の家に来ているという、ちょっとよくわからないプライバシーがどんどんなくなっていくことが半年間で起きています。でもう一つは電車ごとっていう、なんかこう僕らはどうしてもなんか団体名が漢字なのでプロジェクトが全部漢字になってしまうんですけども、電車バトという企画を相変わらずやってまして、去年までは、大阪市の事業でやってたんですけども、去年からは、朝日アートフェスティバルという形で朝日のお金をもらいながら、いろいろやってます。まあ、こういったプロジェクトとかあとで告知をしようと思っています。でそれ以外にですね、僕個人であったり、まあ、うちの団体ということがあると思うんですけど、うちの団体は何となくそのいわゆるアート団体という、 こう枠組みからどん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 外に出ていって、今いろんな多分野の方と、まあそうですね、今流行るソーシャルベンチャーがどうとかデザインがどうとか、まあ、いろんなところに行っているのかなと思ったりしています。あとは、まあ、今日も金沢から縁があって来られてるんですけども、まあ、AF が主だと思うんですけど、今までは大体大阪とか関西拠点っていうのをよく言ってたんですけど、もうやめようかなと思ってきて、大阪とか関西っていうのをすごく大事にしてるんですけども、なるべくそういった地域性を背負わずにいろんなところでいろんな企画をやっていく団体に動いていったのが、この半年間だったかなと思っています。先々週も熊本の方で大道芸フェスティバルに参加したのもその流れだったのかなと思っています。でちょっとまあそれを、まとめるというか、ちょっとパワーポイントアニメーションを使うと面倒くさいなと思ったりするんですけども、なんか今ワンオンって大体この4つぐらいの話がありまして、先ほど申し上げたみたいに、とりあえず511という住み開き拠点で、いろんな人止めたりとか、東京でのやったりとかしてるのが一つと、あとはまあ電子バスって言われる、僕らは若手のアーティストとかっていうのを取り上げるって活動を6年ぐらいやってるんですけども、まあ、そういった延長線上で関西各地の面白い動きみたいなのを取り上げて、まあ、フリーカル取り上げたりとか、ゲスト呼んだりとかのをやっていたりします。ただ先ほど申し上げたみたいに、アートという分野以外にも積極的にまあコラボレーションしていこうと思って、どん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 いろんなことをしているっていうのが一つ、大体まあソーシャルデザインとかコミュニティデザインとかとかそこの部分でやってる。ただあとはまあ大阪関西でもいいかなと思っているので、なるべくいろんな、日本中でいろんな仕掛けをしていこうというのが今の大きな役割かなと思っています。これを分解するとですね、写真がどんどん出てきましたけど、初めて見る人もいるかもしれないけど、要は、淀川というところがあって、そこの河川敷にあるマンションが2部屋あるんですよね。この部屋があって、その上に1部屋ありまして、その1つの下を511と称して、大体まあ定員15名ぐらいの、人を呼んでは引きこもりをしているんだけど、なんかイベントをしている程度を装っているのがまず511のことですね。でもなんかそういうことばっかりしていると、なんとなくちょっと引きこもりがきつくなってきたので、おとついなんかも引きこもりたちを集める住み開きサミットというのがあったんですけども、まあ、こういった外への出張イベントみたいなのも最近はちょっと増えてきているというのが、511と言われる拠点を使った僕らの動きかなと思っています。
でもう一個は電車窓って言われる話なんですけども、電車窓っていうのは今日は三村さんとか、まあ、あ千葉とか辺りさんに出ていただいたことあるんですけども、大阪とか関西にはすごく面白い人たちがいてるんですけど、なんとなくそのそれぞれのカテゴリーで、いや俺はデザインだけどアートじゃないとか、なんかそういうものがあるような気がしていて、僕らって割とよそ者の目線を持っているので、そういった意味で、まあ、そういったことはちょっと脇に置いといて、なんかすごく面白い動きをしている若者であったりとか、別に若くなくても面白い動きをしている人たちに、中央公会堂であったりとか、京都であったりとか神戸であったりとかで、それぞれお話をしていただいたりとか、呼んでばっかりもなんなので、和歌山であったりとか堺であったりとか、これは熊本なんですけど、熊本現代美術館に訪れて話を聞きに来たりみたいな、呼んでみたり訪ねてみたりというプロジェクトをやっています。これはまあ今で3回目になります。3年目という形になります。でそれ以外では多分やった時に、まあ、今日は畑さんという結構これ今日共通の人がいるので説明しやすいんですけども、彼には声かけてやるのがあるんですけども、今大阪側の100人会議という、ね、なんかまあ、大阪を良くしていこうという、まあ、社会起業家というふうにカテゴライズはなくてもいいと思うんですけども、まあ、そういった方々と一緒にですね、大阪をまあ良くしていくのはどうしたらいいんだろうかという話をしていたりということもちょこちょことやっていたりします。でそれ以外にこれは朝日の、プロジェクト自体にちなみに僕がいてるんですけども、これは朝日アートスクエアというところで AF、ね、カメラしたまたここかみたいな感じが、要はここでよく飲み会を朝日ビールから飲んでるんですけどもまあここでまあ全国のアート関係者の人たちと、まあ情報交換というとちょっと硬いんですけども、まあ、飲みながら、朝日はすごく面白くて、飲みながらプレゼンがあって、飲みながら報告会があって、とても緩い雰囲気がありますけど、まあ、その中で、いろんな方とのつながりができてきているのが、ここ2年ぐらいの動きなのかなと思っています。そういったことを含めて、これからどうしていくのかなというふうに、もうちょっとアニメーションを飛ばしていきますけども、あまり変わらないんですけども、OGs っていうのは今で270人ぐらい呼んでいて、まあ、いつまでやるんですかとか、プライバシー大丈夫なんですかって言われたんですけど、なんかだんだん慣れてきているので、あさっての熊本からなんか飛ばれてくるんですけど、まあまあ、しばらくは当面やっていこうかなと思っていて、ここは今 AF でもよく行ってたりとか、前のプレゼンでも行ったんですけども、いろんな方が来たら無料で止めているので、まあいろんな地方の方に来ていただいて、なんとなく大阪の良さを洗脳したりとかですね、まあ、もしくはスキルというか、いろんな情報を教えてもらったりという動きは、これからやっていこうかなと思っています。で、電車窓というのは、昨年までは、いわゆるトークイベントという形と、ツーリズムというか、街歩きという日本立てでやってたんですけども、今年からはちょっとツーリズムといいますか、いわゆる街歩き一本に絞ろうと思っています。それは去年と一昨年のゲストで大阪府立大学の花村先生に関わっているというか仲良くなったという話があるんですけども、何となく大阪の今女性受けている文化事業というのは実は300あって、大阪のアートスペースオルタチブスクリーンが200ぐらいあるんです。たときにもうなんか自分たちが300、400のイベントの一つをやるとか、スペースとしてやっていくというのももうちょっといいのかなと、まあ、いい意味でいいと思っていて、だとしたら僕らはそれらというのはそれぞれに自分たちの拠点であったりとかイベントとかに頑張っているのを応援するためにもつないでいくような動きをすべきじゃないかなと思っていて、今僕らはそれは真面目な話をしていくと創造都市からクリエイティブツーリズムっていうチャールズ・ランドリーみたいな流れがあると思うんですけど、クリエイティブツーリズムっていうことを勉強しながらつなぐ動きとして電車バトルというのをやろうと思っています。で最後のおっしゃるように下に書いてあるのは大阪未来会議というのは、さっきもいつやってんのそんなのとかやってたかっていう話があるんですけど、すみません、まだやってないんですけども、ちょっと赤字にしているように、今大阪っていうのは来月アーツ監視っていうのができるんですけども、別にそれに対していいとか悪いとかはないんですけど、なんとなく、いろいろ起きそうな予感がしてるんですよね。つまりはなんかこう3月末に話が決まって4月にできるっていうのでちょっとこう慌てている感じがあるので、まあもうちょっとこう、それを悪く言えばいいと思うんですよ。よく最近大阪でアートにかかっている人が、もう大阪ダメだからしばらく離れるみたいな話もすごく多かったんですけど、いやそうやって離れてしまうとやっぱりこう不健全ではないかなと思っていて、なるべく近くでも巻き込まれないぐらいの距離感で、まあ、対話を重ねていくということをやっていこうという、大阪未来会議という形になっています。一言で言うとまだあまり固まっていないんですけど、ちょっと、まあ、行政とかと一緒に、まあ、やっていこうかなという意味で、まあ、対話のプログラムかなと。それと1個はこれは神戸の芸能さんに誘われて始めたんですけど、なぜか僕個人のプロジェクトになってしまってるんですけど、〇〇会というものをやってます。こんな名前つけたのは芸能のコラなんですけど、
これはまあ引き続きやってまして、何をやってるかというと毎月、和歌山と、京都と堺と、あと大阪か4カ所毎月とりあえず、まあ、飲んでるだけとも言えるし、まあ、そこで講義みたいな活動をして、いろんな情報を僕が運ぶということになっているところでやっていて、これからの半年間は大体これが軸になっていくのかなと思っています。具体的にちょっとあの映像を当てはめてみただけなんですけど、一応それぞれにさりげなくうちは代表と名乗ってますけど、実は一番僕が働かされるという団体になってますので、僕がホームページを自分で作って適所入れてるんですけど、一番にあるのが511の、ウェブサイトになってまして、なんとなく、いい感じに稼働してます。だからちょっと楽しくなってきました。で、右側にあるのが電子バトっていうシリーズで、だんだんともう3回目やってるとそれぞれにアーカイブができてきてて、まあ、これはこれでまた更新していくかなと思います。で、下の大阪未来会議というのはとりあえず作ったというわけではまだ何も動いていないんですけども、ちょっとずつ今動いているという形です。こっちにあるのが、和歌山のスイッチというところの、まあ、お店の様子なんですけども、和歌山で僕が一番なんか働かされている気がするんですけど、なんか分からないですけど、いろんな美術史を教えたりとか、なんかアートのことをなんか教えたりしています。多分今日は何人かあの先輩たちがいるのでお前がって言われたのがちょっと辛いなと思って喋ってるんですけど、でまあ、そんな感じで、いろいろと考えていることがあるんですけども、これ朝日もちょっと使ったやつなんですけども、より裏方的な、あまり表に出ない、分かりにくい団体とか変わらないかもしれないんですけど、裏方ですよね。つまり、イベントをやってる人たちの裏を支えるというのが、クリエイティブ、クリエイトという言葉を使っているんですけども、まあ、それをこう大阪及び関西でもすでにやっているので、なんとなく全国ということに広げていけたらいいのかなということを、今の半年間を考えています。で、話が全然もうそろ終わるって話なんですけども、最近というか昨日ですね、アートマネー学会というのがありまして、ちょうどアジアの、東アジアのアート事情みたいな話を見たんですけど、ケチャってご存知の方いるんですけど、ケチャって、なんか今昨日知った話があるんですが、失敗してくださいってますね。僕はあまり詳しくなかったんですけど、ケチャの話が出たんですよ。ご存知の通り、バリ島のなんか男性合唱って話で、さっきまで YouTube 見てたんですけど、結構独特な感じなんですけども、でもこのケチャっていうのはその現地の人たちの伝統に基づいたまあパフォーマンスというか舞踏である一方で、ドイツ人の画家アーティストが入り込んでこういった方がもうちょっとこうした方が欧米人に受けるんじゃないかなという形でこうお互い尊重しながら技術を作っていた話があるという話があったんですね。その時になんかこう東アジアというのもそういう形で押し付けるんじゃなくてお互いにこうよその外国人の方と現地といいますかそういう人たちが対話する中で、よりハイブリッドな筋肉質の表現とかって生まれるんじゃないかなと思っていて、なんかそういったことをなんか感じるところがあったわけです。で、なぜかというと、よくこういう言葉が出てきます。アーティストと話してるともうアートだけで食べたいとか、別にアートだけじゃなくっていう言葉以外には、好きなこととか、例えばサッカーだけで食べていきたいとか、まあ、何でもいいんですけど好きなことだけで食べていきたいという言葉があることも分かっていて、僕はそれをすごく尊重している一方で、その逆もあるんじゃないかなと。で、好きなことで食べていきたい人がいる一方で、でもそうじゃなくて、例えば僕もそうなんですけど、僕銀行というのを勤めてるんですけど、全然関係ないやんって話があるんですけど、でも銀行業界に似てるから、つまりよそ者であったりとか、もしくは地域の人間じゃないからよそ見えるものっていうことがあるとかして、まあ、そういったことを僕らっていうのはもう6年間かけてやってきたんじゃないかなと思うんですね。で、それでその中で当然その、よそ者ですから地域に入っていって地域を背負ってなんとかしろって言われても、まあ、無理なわけです。だから逆に言えばそれを僕、全部を背負う必要はないと思っていて、さまざまな地域でできることをするというのがまず一つ。それともう一つは、最近ちょっと気になっているのが、なんとなくこう、まあ、Twitter とか Facebook でつながってたりという空気がある一方で、まあ、単なるバーチャルがつながっているような感覚も先行している気がするんですよ。つまり誰かが何か言ったらこう炎上したりみたいな、すごく僕は不健全だなと思っていて、別にこう青春話をしたいわけではなくて、やっぱり直接会って話をした方がいいと思う。これは別に、Twitter とかソーシャルネットワークの話だけじゃなくて、日本と中国とか韓国の話も僕はそうだと普通に思ってるんですけども、なぜそれをしないといけないかというと、それをしないともう喧嘩になってしまうし、それは多分みんな嫌だと思うんですよ。だそういった意味では、うちはなんとなく東京メールが増えてるのは、別に楽だからっていうのは正直あるんですけど、一方で、いろんな人があるっていうのを認め合った上で、なんかこう話し合っていくことで、日常的に解決されていくことがあるんじゃないかなと思っていて、できることや対話っていうのをしていきたいのかなというふうに思っています。で、ね、真面目な話も終わるんですけども、今日はなんとか大阪未来館というタイトルをつけちゃったのでちょっとつけてるんですけども、なぜならそれをすることによって、まあ、大阪っていう話もありますし、逆に僕未来という言葉が好きなんです。なぜかというと、よく会った時に
なんか誰かを敵に回しそうですけども、あの大王さんとか過去はよこうだったとか過去の日本はこうだったって話が出てきますけども、それってどうしようもないと思うんでしょうか。でも未来っていうのは今日から次の話なので、そういったことっていうのはいつからでも始めることができるし、あのいつでも自分が関わることができると思っているので、5.5 周年から、じゃあごめんなさい間違えました、6周年から半年間にかけては、全国でそういった、まあ、未来をより良くするために、言葉にするとすごくうさみさいですけども、ちょっと直球で取り組めたらどうかなと思っています。なんとなくいい話をしようと思って、こんな感じで終わります。今日はどうもありがとうございます。はい、で、すみません、カツラさんちょっと振るんですが、お願いいたします。